はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5続けていきましょうか。じゃあ、リクエストやったんで、これも入るよね、ジェイルに。さあじゃあここでリクエスト報告しちゃって、装備整えてから行こうか。仕事の時間だぜ。ね、はい。で、依頼はこんな感じだ。これね、報告したら装備とかが追加されるっぽいね。内容を確認するのか。うん、はい。ミッション、今はこれを受けてるぞ。うん、やったな。内容を確認するのか。はい、やったないいね。で、夏目暗号、これを受けてるぞ。はいはい。バンドスキルの上限、確認するのか。上限解放。うん、あー、宝箱ね。はいはい。ミッションコンプリートだ。で、あとね、ジャンク集めっていうのが何回もできるっぽいんですよね。しかもこの依頼を受けるのか。2回目以降はお金かな。最初もお金だっけ買い取ってくれるっていう話だよね。だからまあこれはいいよね。はい。まあ今ないんですけど。で、通販。何が欲しいんだ。うん、どれを売る。それでいいか、それでいいか。売っちゃって。どれにするんだ。ああ、増えたね。ええー、すごい。40ぐらい上がる。36か。いいね。野営で支援する。はい。内場の極東のレプリカ探検。はい。でいいのかな。9800円。高いね。はい、か。これでいいか。装備するか。ご利用サンクス。お金はあるからね。ヘビーメイス。はい。これでいいか。装備するか。役に立ててくれ。うん。スリーパーブレード。ああ、いいね。低確率で睡眠付着。はい。これでいいか。装備するか。役に立ててくれ。バーンウィップ。かっこいい。あ、燃えるんだ。はい。これでいいか。装備するか。ご利用サンクス。で、じゃ、なんて読むのこれ。じゃがと、じゃがりこみたいなノリかな。わかんない。これでいいか。装備するか。役に立ててくれ。はい。鉄拳。はい。これでいいか。装備するか。ご利用サンクス。で、プレゼントアクス。はいはい。これでいいか。装備するか。役に立ててくれ。正規マーク2。はい。まあ、正規末みたいな。荒廃した未来を想像させる。マジ。これでいいか。装備するか。役に立ててくれ。うん、はい。で、1個下は、の装備は、だいたいまあ、能力がついてるのかな。どう違うの。迷ってるのか。いや、あー、まあ高いからね、1万とかね、中間装備が一応ありますけども、まあでも、うん、まあ見た目もあるんで揃えてもいいかもね。はい。で、防具ね。どれにするんだ。うわー、いっぱいある。アーミーベスト、力。ああ。はい。コクロの羽織でいいのかな。迷ってるのか。いやいや。白熱ダメージを少し軽減。まあ、一番いいのでいっか。一番高いやつでいっか。ね。基礎防御力の高いやつね。これでいいか。装備するか。ご利用サンクス。これでいいか。うん、するか。役に立ててくれ。カモフラカラー。これでいいか。はい、装備するか。お買い上げだな。絢爛ケープ。はい。ハワードキャミ。いいね。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。うん。これでいいか。装備するか。やべえ、もう10万。10万ちょい使ったね。まこと。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。で、双葉はいいよね。ね。で、ソフィア。これでいいか。装備する
はい、こんなとこかな。16万ぐらい使った。やば。で、あとは料理か。こんだては、うん、何か作るの？なんか、あ、味噌ラーメン作るか。あ、腕前が足んないマジで。あ、そっか、バンドスキル。さて、あー、これか。じゃあ覚えようか。で、会場スキルがここで解放されたってことは、多分開けらんない宝箱がまた増えてるでしょうから、覚えとかないとダメだよね。うん。で、あと4ポイント。ジャンクパーツ。どうする？タイムセールの対象商品。あー。これにしようか。え、どうしようか。いや、タイムセールかな。はい。じゃあ、行きますか。うん。うん。ねえ。任せろ。ありがとう。うん。今回は春だね。じゃあ。どこだ？あれか。うん。いいね。モルガナの花ちょうちん良かったね。いいね。さあ、じゃあメンツは、春入れていこうか。ね。春と、あとはまあ、使ってない人、リュウジ、かな。あと一人。ソフィアはなんかメインで使ってない気すんな。回復もできるし入れとこうか。はい。じゃあ、凍てついた町か。美しいが、どこか物悲しさを感じるな。うん。ない。真夏にこの寒さはない。ジェイルに入れたってことは、やっぱりここのキングはマリさんなんだね。ノワール。大丈夫。早くみんなの願いを取り返さなきゃ。向こうに王城っぽい建物が見えるぞ。どうする？行くしかねえな。どうせまたあそこに溜め込んでんだろう。ええ、まずはあの王城を調べてみましょう。行くぞ。うわなんかいた。侵入者だ、捕らえろ。シャドウ発見。サクッと倒して進むぞ。おい、交代だ。間違えた。はい、食らいなさい。スカル、防御力が落ちてるよ。マジ？いた。いや、ちょっとめっちゃ食らった。あいつらなんだ？サイが弱点じゃないんだ。
まあ一応当てようか。でグレネード、結構いけるな。いいねいいね、穴くらった。車使うか。ちょっと体力やばいね。やばいやばい、いや誰か回復、あ、まだっす。お、初めてか、マジ。マックスワルツ、うん、やってみようか。これ中撃できてんの、届かない。はい、寒い、動きたくない。ここで待ってていいか。ダメだ、一人でシャドウに囲まれたらどうする。頑張れナビ、頑張る。寒いんだよね、ギャップもあるよね。外めっちゃ暑かっただろうから。夕日ビールはいはい、もういろんなものが変わってますね。あれ面白いねワインなんだ。はいはい、宝箱あるね。お、宝箱だ。ドキドキしちゃうね。うん、わすごい。で、なんかある、調べよう。おお、すごいね。でこっからジョーカーの仮面集めもちょっとね意識していかないとダメなんですよね。やっぱりメンバーだけじゃつける弱点がね限られてくるんで、もうもういくつかゲットしてんだ。だからもうゲットできないから、合体ちょっと見ていくか。うん、まあ新しく作れるベルソナなかったかな。そんなにないね、なんかこう合体の自由というか結構限られてる。はい、じゃあ頼む。まあ埋めていこうか。動かない？いつでもやれるぞ。逃がしません。前に気をつけろ。もらった。行きましょう。ルボッコだ。かかってやっちゃいましょう。うん。敵あとちょっと。一気にやっちゃおう。硬いね。よっ。よっと。撃ちな。はい。仮面出やすくなってんのかな。余裕だぜ。どんどん進もう。捕まえた。チャンスだ。一気にいけ。うん、勝利は確実だね。行きましょう。いいね。やりましょう。では終わりにしてやろう。撃ちな。いいね。いいね。これでもっと力になるね。採用。今のうちらなら楽勝だね。次も頑張りましょう。でどこ行きたいんだ。まっすぐか、あ、こっちか。撃ちます。間違えた、こっちに行きたいんだよね。はい、じゃあ行こうか。左右見といたわ一応。でこっち見とくか。おお、宝箱だ。開けよう。捕まえた。おのれ。見えない見えない見えない。やった、穴くなった。ジョーカー防御力が下がってる。ウォール、続けて決めた。どんどん行きます。敵あと少しだね。一気に倒しちゃおう。いいよ。ちょっと余裕すぎだろ。お、次もうまくいくといいね。これ入った温泉だよね、雪の湯。お、いいものゲットだね。うん、幸運が上がる系っぽいけど、運ってなんかあったっけ。
ね、運は、まあ、いいか。運はいいかな。いや、あった方がいいのかな。そもそも運の要素があんま分かってないんだよね。ここ、気にならないか。まあ、まっすぐ行けないんだよね。調べる。だから、こっちから行くんだよね。シャドウを確認。慎重に行こう。よし、やってしまおう。ほら、やっちまおうぜ。ほらほら。ショータイムだ。あ、やべ、使っちゃった。お相手いただけますか？覚悟。いい感触だったかな。うん、まあ、いいか。相手になりません。よし、どんどん行こう。宝箱があるぞ。開けるんだろ。なんかフォークが刺さってんだけど。何これ、食べ物。ナイフも刺さってたよね、奥の城にさ。あ、やべ、食らい尽くしてやるみたいなのかな。の位置、逃がしてくれよ。見て、敵が慌ててる。よし、片付けよう。はい、遠慮しよう。おお、いいね。え、めっちゃいいじゃん。これめっちゃいいな。遠慮しません。あ、これいいな。ちょっとこれ、これいいな。はいはい。たわいもない。うん、これが私の。次も頼むぞ。気をつけろ、シャドウが近いぞ。おお。これが私の本気です。あ、一発で、一発で二発出るんだ。不思議な感じですけど。で、はい。これは、春なりのあれかな、耕したいみたいな。よっと、遠慮しません。これいいね。最後だから、強くなってるよね。ま、そこそこだな。うん。で、こっち行けば多分宝箱のルートだよね。いけるかな。これが私の本気です。当たんない。ジョーカーに変えようか。お任せするね。よし、ペルソナー撃ち抜く、撃ち抜く。お、戦闘開始。抜かるなよ。来い、お前らか。こいつら光か風なんで。ジリム、アンドラム、いない。セタンタ、いた。セタンタ、くらえ。オーケー、倒す。ジョーカーの追撃がヒット。オーケー、ナイス。オールオーケー。うん、速攻勝利だな。めでたい。この調子で進むぞ。光はソフィアも、ソフィアなんだよね。シャドウはいないみたいだな。だからジョーカーでもよかったけど。宝箱を見つけたぞ。中身は見てのお楽しみだ。おっと、中身は。 HP アップか。うん、いい、満足だ。はいはいはい。これさ、前ジョーカーに使ったけど、双葉に使った方が良くないかなって思った。HP はね、双葉でしょ。あの、ハッキングの時にやっぱ HP 多い方がいいもんね。ね。大体みんな HP はあるからね。まあ、モルガネ低いけど。だから、双葉にあげよう。はい。あー、滑るやつだ。いけるかな。はや、この構図、あ、やべ、いい絵が描けそうだ。あ、危ね。しばき倒す。刀の錆びず。あ、いいね、いいね。あ、ダメだ。お願いします。早まれた。はっ、どうだ、いい一撃だ。変なとこ行った。ポイントソフィー。どんなもんだ。邪魔だぞ。みんなで行くぞ。はっ、よっ。ボコスカチャンス。いいね。よし。これが心の成長か。うん。すごい。ちょっと物足りないかな。じゃあ、この調子で行こうぜ。よっ。じゃあどこだ。すげえ凍りついてる。あ、すごいな。建物が丸ごとだよね。え、下降りんの。
ないか。うん、これが雪、白くてふわふわだ。あんま離れんなよソフィー、お前白いから見失っちまいそうだ。確かにね。ん？氷塊押す。ん？これはいけないのかね、壁でいけないからなんかギミックを解除しないといけないと。とりあえずこれは押すと。押す？え？余裕すぎ、歯ごたえない。この調子でゴーだ。うん、何あれ。戦闘になるんだ。まだあるぞ。普通に倒しといた方がいいのかな。これ氷塊なんだ、戦闘中も使えるのかな。あ、うん、この先に王城があるはずだが。これは氷の壁、ちょっと通れそうにないわね。雪と氷で閉ざされた町に氷の宮殿、見てるだけで凍えちゃいそう。もうダメ、なんだかとても眠いんだ。ガク、ナビが力尽きた。勝手に力尽きないの。他に道は、こっちも氷壁ね。向こうから行くしかないわ。進めるところまで行ってみましょう。そうだな、まずは周辺から調べていくとしよう。てかマジで寒いわ。全力ダッシュして体温めるしかねえ。データ脳筋か。うっせ、他に方法ねえだろ。急がねえとあのおばさんが好き放題だぜ。スカルの言う通り、今は進むしかないな。そうだね、まずは城の周辺を調べてこのジェイルの謎を解きましょう。うん、なんかでかいのいる。はい、ということでじゃあ今回はこれで以上です。これ乗れる？乗れるね、なんかあるね。まあいいや。じゃあ次回この氷壁を解除しろってあるんで、そこら辺見ていきましょうか。はい。ありがとうございました。